にちは。名古屋の毎日をかえるツイッターアカウントおいでよ名古屋こと、おいなごちゃんの声を担当している高梨小鳥です。この動画を見てくださっている方の中には、おいなごちゃんを通して私の声を知ってくださっている方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。で、今日はですね、皆さんが知りたがっている私の足のサイズを教えたいと思います。嘘です。ね、はい、真面目に自己紹介をしていきます。名前は高梨小鳥、年齢は非公開、誕生日は8月1月、血液型は AB 型、好きな食べ物は桃とアイスクリームと赤から鍋です。よろしくお願いします。で、なんで私がおいなごちゃんの公式声優になったかっていう話も話したいなと思います。まず私がもともとおいなごちゃんを好きで、おいなごちゃんのツイッターをフォローしてて、で、ある時においなごちゃんのイラストレーターの神谷夏樹ちゃんが独自で企画をされてたんですね。 CV うちの子って言って、いろんなイラストレーターさんが描いた自分のキャラクターにアマチュア声優さんが好きに声を当てて、で、みんなでいいよねって鑑賞するような、そういう企画だったんですけど、そこにおいなごちゃんも参加されてて、わあ、大好きなおいなごちゃんに声を当ててみたいなと思って応募の音源を企画主の夏樹ちゃんに送ったんですが、その時にメールにおいなごちゃんに対する愛を夏樹ちゃんに対して書いて送ったんですね。受け取った夏樹ちゃんはちょっと困ったんじゃないかと思います。でも夏樹ちゃんは優しいいい方なので、それをおいなごちゃんに伝えてくださったんだと思うんですね。で、 CV うちの子っていう企画がめでたく満了した後、おいなごちゃんから DM をいただきまして、よかったらこのおいでよ名古屋というアカウントを声で一緒に盛り上げてくれませんかということで声をかけていただきました、という、こんな感じの馴れ初めでした。夏希ちゃんがキューピッドになってくれましたという話です。そんな私ですが、普段何をしてるかっていうと、今は名古屋に住んでないんですね。名古屋から離れて、近隣の県の某観光地でアナウンサーのお仕事をさせてもらっています。いや、こんなふにゃふにゃした喋り方のアナウンサーおらんやろうって思われるかもしれないけど、マジです。毎週水曜日と木曜日と金曜日に地域の情報をお伝えするニュース番組を担当しています。またそれ以外にも、いろいろな声色を使って絵本を読み聞かせする番組を担当しています。で、ここまで聞いて、お前名古屋人じゃないんかいって思われるかもしれないんですが、名古屋人です。引っ越しちゃったっていうだけで、中学生ぐらいから大人になって、まあそこそこ社会人経験を積むぐらいまでは名古屋に住んでました。いろんな思い出があるよ。当時はすごい歩く子だったので、交通費がもったいなかったから、名古屋ってさ、いろんなとこ歩いていける距離にあるじゃないですか。酒屋から大須もすぐだし、酒屋からちょっと頑張ったら名駅も行けちゃうし、なのでいろいろ歩いて出かけてました。学生時代に友達と遊んだ場所とか、もちろん初恋の思い出とかもね、まあいつか話せたらなと思います。あ、そうだ、社会人になってから一人暮らししてた場所で、もう住んでないから言っちゃうけど、名高線の東海通り駅の近くに住んでたんだけど、あそこ今すごいね、ドンキとかさ、ララポートとかできちゃって、私が引っ越してから住んでる時にできてほしかった。箱ジエラジオでもね紹介したことあるんだけど、その近くに大東飯店っていう美味しい中華屋さんがあるから、近くに行った方は立ち寄ってみてもいいかもしれないですね。私は当時ね、ショーの司会のアルバイトとかもしてたんですけど、まあ、きつい現場で終わって帰ってきて、そこでご飯を食べて帰るっていうのがね、心のオアシスでした。はい。最後にパーソナルな部分の話に戻って終わりたいと思います。趣味は、
こうやってお話をしたり声で演技をすることの他にライブ通いと、あと爪のピンクの部分を育てることと、あと最近はドラムを習っています。ずっと無趣味だったんだけど、最近は自分の世界がこういろいろ広がっていって人生が楽しいなって思っています。こんな感じでよろしいでしょうか。あと足のサイズは 24.5 です。それではまた次回のおいなごチャンネルでお会いしましょう。高梨小鳥でした。またね。